日本文化紹介アガタジャパンマークです。今日の老舗の一品は有田ポーセリンラボと渋谷にあるザルームコーヒー&バーコラボで作られたマグカップです。有田ポーセリンラボは1804年創業、200年以上の歴史に基づく矢沢門窯から生まれたモダンでラグジュアリーなライフスタイルを提案する有田焼のブランドでございます。はい、というわけでね、ちょっと開けていきたいと思います。有田ポーセリンラボさん、いわゆる有田焼っていうところの概念を、なんていうんですかね、革新していく、ブランドかなというふうに感じております。あ、可愛いですね。ザルームコーヒーバーということでございます。はい、こんな感じで有田ポーセリンラボさんのロゴ入りということでございます。ザルーム、もうすぐ30周年ですね。ザルームさん、渋谷にあるクラブなんですけれども、スターマークで、一緒に立ち上げたザルームプロジェクトでですね、開始した業態1個目ということで、ザルームコーヒー&バーというのを今渋谷でですね、東急さんと協力のもとやってるんですけれども、そのお店でですね、オフィシャルグッズの一つとして、この有田ポーセリンラボさんとのコラボの、マグカップを作らせていただきました。私がエグゼクティブプロデューサーやらせていただいて、沖野修也さんがですね、クリエイティブディレクターをやっていただいているということで、そんな仕掛けをやってるんですけれども、まあ、一つ、日本文化の交差点みたいなのを作ろうみたいな話をしていますので、まあ、そういった中から、沖野さんこういうのどうでしょう、あ、いいねって、このやっぱりですね、このロゴの位置とかですね、ロゴの入り方とか、これやっぱり沖野さんすごいこだわっていただいて、それでこういうかっこいい感じに仕上がってるんですね。もう本当にこれ何回もですね、ポセリンラボさんに直していただいて、まあ、ポセリンラボさんのこだわりと沖野さんのクリエイティブディレクターとしてのこだわりが、まあ、いい形で結晶して出来上がったのはこの商品でございます。すごくね、持ってても質感ありますし、有田焼ってこういう感じもありなんだねっていう、マグカップっていいね、これね、スープとかにもね、使えると思うんですけれども、こういう感じのマグカップになってますので、いろんな用途、使っていただけると思います。はい、というわけで、ね、実際コーヒーを入れて今飲んでるんですけれども、まあこのね、マグのね、なんていうか、重量バランスがいいんですよね。なんかその、こう疲れてきちゃ こうマグカップとか結構あるんですけど、このバランスがいいので、非常に心地よくコーヒーが飲めます。はい、というわけでですね、この黒い色がね、まあ、非常にシックでね、かっこいい、有田ポーセリンラボさんとザルームコーヒー&バーのコラボのマグカップでございます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。お買い求めは概要欄のリンクをクリックいただくか、老舗通販ネットで検索をお願いします。また高評価、ライクボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へ、伝統の良いものを現代へ、登録よろしくお願いします。マークでした。